はじめの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。お客様から教えていただいたある商品の使い方なんですが、そろそろあれですね、お盆が迫ってきてますよね。で、お家のお仏壇とか綺麗にするじゃないですか。それにこれ使ってんねんって言われて、ああなるほどって思った商品があったんです。それがこちら、ダーン、ピアノユニコーン。まあ、ピアノ、黒いピアノの艶出し剤ですよね。これでこうバーって磨くと綺麗になるんですよ。確かに仏壇も黒くてピカピカしてますよね。これでやったら綺麗になる、納得ですよね。そのお客さん何を考えてこれ使われたのか分かんないですけども、賢いなと思いました。まあ、実際やったことないですけど、まあ問題ないと思います。ピカピカになると思います。これからお盆に向けてお仏壇綺麗にするぞと思われている方は、ぜひ一度このピアノユニコーンをお試しください。かなりの量入ってますんでね、3年5年ぐらい全然使えると思います。今年のお仏壇のお掃除にこのピアノユニコーンぜひ活用してください。はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。